はい。よろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。道のりと距離についてやっていきましょう。で、今回はポイントを含めて4問ありますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見た時に難しそうだなとかわかんないなって思う子は、今から全部ね、説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、ポイントから始めていきましょう。 で、今回、えっと、みんなには一個目標があります。目標。まあ、それはもちろんこの問題が解けるようになることっていうのもあるんだけど、もう一つあって、道のりと距離。この二人が主役なんだけど、道のりと距離の違いをそれぞれちゃんと説明できるようになったら OK です。それが目標だと思って聞いてください。ちなみに、あの、なんだろ、ご家族の方、まあ、お父さんお母さんとか兄弟の方とかに、道のりと距離の違いって知ってるって聞いてみてください。 実はこれ大人の方でも意外と忘れちゃってる方多かったりするのでもしかしたらみんなが先生になれるかもしれない。ね、でまずポイントからいくとですねここ道にに沿っっってて測た長さがほゃららだよいうこの「道に沿って測った」って言い方もさ何言ってんだろうって思うかもしれないそれ説明するんだけどまずここ書かせてくださいこれが「道のり」です。 こっちが道のりなの。で、道に沿って測った長さって何かっていうと、もうこっち問題の答えにもなっちゃうんだけど、今、家と学校と公園がありますよね。で、これが道だと思ってください。この部分がね。で、みんなが家から学校まで行こうと思ったら、多分この赤の道で行くよね。道の上をさ、こうやってトコトコトコって歩いて、ここ曲がって学校に行くじゃんか。で、この道の上をトコトコで乗って、こうやって歩いていくのが道のりです。 ま、道を、道に乗っていくからね。だからこれが道、乗りなの。で、じゃあ距離っていうのは何かっていうと、家とその学校を道とか関係ないの。もうまっすぐ、直線距離っていうんだけど、まっすぐ直線で結んだこの青の部分が距離と言います。だからここ距離。書いちゃうね。これが距離です。 この違いを覚えておいてください。つまり、こことここのね、まあ、測りたいときに、まっすぐ定規とかでさ、まあ、地図で定規置けないけど、地図じゃない、地図は置けるけど、実際は置けないんだよね。でも、ここをピーって、まっすぐ測ったものが距離です。道のりっていうのは、道の上をちゃんとトコ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 ,トコって行ったのが道のり。いいかなこの違いをまず覚えてもらえれば、もう解けます。もう解ける。あとは足し算だけだからね。 じゃあまず、家から学校まで、ここね。家から学校までの道乗りです。ここは。道乗り。ってことは、道の上をトコトコって乗っていくんだよね。こうやって沿っていく。つまり、こっからここまでとこっからここまで。で、ちゃんと書いてあるから。350メートルと830メートルを歩いていくので、それを足し算すればいいよねって350。350足す830。ちょっと筆算入るかな。 ちょ、ちっちゃくてごめんなさい。350たす830やっていきましょう。0たす0は0です。5たす3は8。3たす8は11。つまり1180。だから、1180。で、今、メートルとメートルで足し算をしてるから、答えも当然メートルになって、これで終了。OK? で、次は同じく家から学校までなんだけど、今度は距離だよと。距離。 で、さっきも言ったように距離っていうのは、定規をパッと置いてまっすぐシュンってやったやつ。つまり、家から学校までまっすぐシュンはここだよね。だから足し算とかなんもないの。それだけ見れば、あ、990メートルなんだってことがわかるから、もうこれが答えなんです。簡単でしょで、最後。じゃあ、学校から公園までの道のりです。よっしゃ、道に乗っていこうぜと。学校から、こっから公園まで。 でこっち道に乗っていくから830歩いてこっから680ここの子ね歩いていくので足し算をしていきましょうとつまり830ちょっとあえてメートルつけるよメートル足す680メートルをしていく同じくメートルだから足し算はできるよねでえっ、ー、とこの辺使おうかな830足す680 0足すと0は0。3足す8は11なんで、11。で、8と6とさっき繰り上がった1がいるから全部足すと15だね。つまり1510。で、メートルで計算したからメートルになりますと。で、今回この問題なぜか鬼マークがついております。いや、楽勝じゃんね、2番と一緒じゃんって思うかもしれないんだけど、これを答えに書くと×をもらいます。×。 ね、なんでかっていうと、問題のところに、何キロメートル、何メートルですかという書き方がされてます。つまり、これは、キロメートル、メートルにはなっておりません。だから、直さなきゃいけない。消しちゃったごめんなさい。じゃあ、イコール。1510メートルっていうのは、ちょっと下書けないんで、ごめんなさい。こっち書きますよ。これは、1000メートルと510メートルをもちろんくっつけたものだよね。1000と510だから。 で、1000メートルっていうのは、そう、1キロメートルだよね、この子。この子は1キロメートルと一緒。だから、1キロメートル510メートルと書き直すことができるので、1キロメートル510メートルって書けば、今回、そうやって書いてねって言われた書き方ができるので、こっちで丸です。こっちで丸。 まあもちろんね、こんな意地悪な問題がいっぱいあるわけじゃないんだけど、何が言いたかったかっていうと、算数やってるとね、ちゃんと問題読まないと、できたと思ったのに、丸がもらえないことっていっぱいあります。みんな今3年生だけどね、これから先いっぱいあるからね。だから問題をきっちり読もうっていうのもぜひね、注意しておいてください。でもね、今回の大事なところは、道のりと距離の違いです。最後ね、復習です。道に乗って、トコトコトコーって歩いていくのが道のり。 って距離っていうのは定規でパッて置いてまっすぐ測ったところ。もうね、道とか関係ないの。こことか突っ切っていくけどね、みたいな感じのが距離になります。この違いをぜひ覚えておきましょう。 はい。ということで、今回はね、算数じゃねえよ。えっと、算数、道のりと距離をやらせていただきました。で、次回は巻尺っていうの。もしかしたらみんな学校でね、ちょっと試しでやったかもしれないんですが、巻尺の読み方についてやっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またねバイバイ。